Tu vas t'attirer au cœur. Non, Fukui Wachado. Seinaruhi. Shabbat. Sono土曜日について、語ってくださいます。イエス・キリストはちょうど今日、ね、この聖なる土曜日、聖なる日に、私たちに出会います。私たちの状態まで着陸してくださいます。で、私たちの状態は何ですか？今日土曜日ですね。だから今晩か明日かね、ミサ感謝の先に行くでしょう。ちょうどこの食卓に招かれているでしょう。で、私たちはちょうどその、共同体、その天霊の中ではいろいろ学びます。本当に、面白いです。私たちは教会の中で全てを学ぶことができます。全てと言ったら全て全て教会たちを、私たちはどういうふうに教会に、行きますか。どういうふうに、自分の共同体に行くでしょうか。どういう気持ち、どういう態度、どういう心を持って天霊に預かるでしょうか。この質問がちょうど今日この土曜日に自分にした方がいいと私は思います。この福音の照らしによって、この質問を自分に出すことができます。なぜかというと、この、福音には答えがはっきり現れます。はっきり、ね、私たちがどういうものであるかを、どういう形で教会に行くか、どういうふうに、ね、信仰の歩みを歩むのか分かります。もう明らかになっています。いつも一番先の、席を探しながら、狙いながら行きます。歩みます。いつも上に行こうとしています。いつも上、いつもみんなよりも、優れたものになるように努力しています。いやいや、そんなことない。私がどうでもいい、私が本当に私の立場が、ちょうどいいんですよと思っています。あ、そうですか。そう思うのか。ちょっと待って。今週中相手を裁きましたか。相手のことを文句したか、文句言ったか。言われた通り、したのか。両親が言われた通り、主人が言ったことに、なんか文句とか抵抗とかあったか。そうすればね、文句言ったら、裁きましたら、あなたが神の席を盗んでしまいました。神の席に座ってしまいました。もちろんこれはあなたの、それはあなたの席ではないでしょ。だからすぐ分かりますね。あなたがその一番上、一番トップの席を狙った。いつも兄弟たちを、相手を裁いた時には、この福音と同じような態度で、あなたが私もその一番先の席に行ってしまいます。そしてなかなかそちらをなんか出ることができない。これは現在と呼ばれています。本当に私たちはいくらしていても、いくら望んでいても、そちらを出ることができません。縛られています。
私たちより強い力です。この罪の力と言いましょうか。本当に私たちより強いです。それも兄弟たちを、認めなければならない。今日の福音は私たちを手伝いに来ます。認めて、外側にすごく謙遜なもの、すごくもうね、あの柔らかい人もその一番先の席に行こうとしています。座ろうとしています。兄弟たちを認めて、家族の中ではこの、強い力があるからめちゃくちゃとなってしまう。めちゃくちゃ兄弟たちよ、主人との喧嘩はそちらから来る。いつもあなたの考え、あなたの、希望、あなたの予定は、あなたのなんか、その、識別は相手より正しい、相手より優れたものと思っているから、いつも神様の席に座ろうとしています。主人と奥さんの間にはクリストがいます。二人ともそのクリストの席を奪おうとしているから、そちらに座ろうとしているから争う。なかなか暴くことはできない、なかなか交わらない、交わることはできません。しかし今日クリストは私たちに、います。この良い知らせを言います。教会の中ではあなたが落ちるということを学ぶことができます。御言葉、復興、共同体の兄弟との関係を通して長い道を歩みながら、あなたがそれを学ぶことができます。落ちるというか降りることができます。降りるということを学ぶ事実、あなたと私の事実まで私たちは教会の中で降りることができます。ですから兄弟たちよ、ですから家族の中にもへりくだることはできます。降りることはできます。奥さんの前に、主人の前に、両親の前に、子供の前に、兄弟の前に頭を下げることはできます。そうしたら、つまり最後のものになったら、最後の場所に座ったら、最後の席を、ね、自分の席に して、それに座ったら、キリストがすでに私たちをそちらに待っています。そして、そちらで彼の愛、彼の無限の愛、彼の命をいただいて経験し、そして自由なものとなります。何も選ばない。何もそのなんか一番上の人になるということをも供養していない。本当に自由に兄弟たちを相手と接する、相手と関係を作る。これは家族の救い、家族の喜びの源です。この元素、このあなたと私の事実を認めること。良い日を。